はい、皆さんこんにちは。今、家に、ね、いることが多くて外で、遊んだりできない人が多いと思います。また空手の道場もお休みでなかなかね、稽古できないと思いますが、こういう時だからこそ、家でできるいろんなことをやってみたいと思います。それでは、子どもたちにですね、空手の立ち方を、絵を描きながら勉強してみたいと思います。やってみましょう。それでは一緒に皆さんと絵を描いてみたいと思います。皆さんもこう紙とですね、描ける鉛筆を用意してみてください。はい、それでは用意できましたか？一緒にやりましょう。それでは、騎馬立ちをやっている絵を描いてみましょう。用意始め。はい、では一緒に騎馬立ちを描いてみましょう。さて、どんな立ち方だったでしょうか？騎馬立ちとは、移動稽古や型の中で使われる防御に強い立ち方と言われています。また足腰を鍛えるのにも適した立ち方です。はい、ではここで一つヒントを出します。左右の足幅は肩幅の2倍の広さとなります。皆さん稽古の中で立っているかと思いますが、どうでしょうか？実際イメージはつきますでしょうか？岡崎はそろそろ完成されそうですね。女の子のイラストでしょうか？あ、とても可愛いイラストですね。皆さんはいかがでしょうか？はい、できました。騎馬立ちです。とても可愛らしい騎馬立ちのイラストですね。では続いてイラストに沿ってポイントを解説していただきましょう。それでは、騎馬立ちのポイントです。まず足の外側が平行になります。つま先が外側を向いてはいけません。正面を向きますね。それから膝を曲げて腰を落とします。で、体の中心が両足の真ん中に来るようにします。この3つのポイントができていれば騎馬立ちになるかなと思います。皆さん、そのポイントを押さえて書けましたか？おっす、次は前屈立ちです。はい、次は前屈立ちを変えてみましょう。前屈立ちをやっている男の人を今度変えてみましょう。はい、用意始め。強そうな人がいいですね。はい、じゃあ続いて前屈立ちですね。移動稽古の時に最も多く使われる立ち方が前屈立ちです。また組手で中段突きなどを打つ時も前屈立ちになる瞬間が多くあります。力のこもった突きを繰り出すためにもしっかり前屈立ちをマスターしましょう。ではここで一つヒントを出します。前屈立ちは足を前後に開く立ち方です。左右の足幅は肩幅と同じぐらいになります。前と後ろの足幅は肩幅2倍分開く立ち方となります。いかがでしょうか？皆さんどうでしょうか？絵で描くのはイメージできたでしょうか？あ、岡崎氏はそろそろ描き終わりそうですね。あれ、誰かに似てる気がしますね。誰でしょうか？
できました。誰かに似てるって、はい、これが前屈立ちです。皆さん書けましたか？本当に誰かに似てますね。では続いてポイントを解説していただきましょう。それでは前屈立ちのポイントを説明します。まず前足の膝をしっかり曲げます。後ろ足は伸ばします。できましたか？前足のつま先は前を向きます。後ろ足は45度斜めの方に向けます。で、前足と後ろ足の間が、この2つの間がですね、肩幅になります。で、体重は前に持ってきますので、体の中心は前に対して3で、後ろに対して7の位置まで、重心の位置がきます。このようなポイントができていれば正しい前屈立ちと言えます。皆さんどうだったでしょうか？私は誰でしょう？続いて後屈立ちを書いてみましょう。用意はできましたか？では一緒に書きましょう。用意始め。はい、では最後に後屈立ちを書いてみましょう。移動稽古や型でよく使われる立ち方ですね。皆さんいかがでしょうか？では一つヒントを出します。結び立ちの状態から左足を3歩前に出した立ち方となります。どうでしょうか？岡崎さんもそろそろ書き終わりそうですね。はい、こちらは背の高い男の人でしょうか？一体誰でしょう？はい、できました。皆さんどうですか？はい、誰かに似てますかね？はい、これが後屈立ちの絵です。これからポイントを説明しますが、皆さんはどうだったでしょうか？最後のイラストが完成しましたね。ではポイントを解説していただきましょう。はい、それでは後屈立ちのポイントを説明します。まず後ろ足はしっかりと膝を曲げて腰を落としますね。前足の膝も曲げます。でポイントは膝の前とかかとが縦に並ぶぐらいの位置に来なければいけません。はい、体重は後ろ足に7、前に3です。この辺の位置に自分の中心がきますね。このような形になります。後ろ足は膝をやや締めて、後ろ足のつま先は45度方向、前足は正面になります。このような立ち方になりますが、いかがでしょうか？また前足と後ろ足の間は一直線に並ぶんではなくて、少し、棒が1本入るぐらい間を空ける必要があります。まあ、そこまで書くのは難しいと思いますが、それらのポイントができれば、後屈立ちとして正しいと思います。どうだったでしょうか？お疲れ様でした。はい、それではですね、空手の稽古は体を動かすだけではなくて、たくさん本を読んだり、こうやって自分の学んだことを紙に書いたりとか、いろんな方法で、行うことができます。今家にいる時間が長いと思いますが、こういう時だからこそできることを工夫して頑張ってください。私も毎日頑張りたいと思います。さようなら。